ーコップ本文書。ダニエルベルガーによる、肖像画。ヨハンヤーコップ本文書は、プロイセン王国の不評代償で、特に系不評の式にに秀出ていた。彼は、ビュルテンベルクの毛側職人の息子であり、長い軍歴の中で数カ国の軍隊に仕えている。18歳になって間もなく、父親によって、ビュルテンベルク公国の軍に送り込まれた。その連隊に属し、 彼は1737年にバルカン半島でオスマン帝国と戦うオーストリア軍を支援している。そして1748年、プロイセン公使、ハインリヒの目に留まり、7年戦争の勃発とともにプロイセン軍に入隊すると、義勇大隊を率いて、数々の奇襲や小ゼリアを戦い抜き、オーストリア軍に大損害を与えた。なお百七十八年、文詞の部隊が、 プロイセンの国境を越えて、ボヘミアへ侵入すると、それが、バイエルン継承戦争の端緒となっている。そして平和が訪れると、1763年に、フリードリヒ・アウグスト・フォン・フィンク中将の後任として、第十二不評連隊の指揮官となった。フリードリヒ大王の後継者、フリードリヒ・ビルヘルム二世は彼を不評代償に、昇進させ、プロイセンの貴族に助した。 文守は1717 17年12月22日、ビュルテンベルク公国のハイデンハイムに住む毛皮職人の一家に生まれ、プロイセン王国のプレンツラウで1788年10月18日に没した。彼の祖父はオーストリア軍に仕え、父は数年間バイエルン軍に参加していた。文守は地元で教育を受け、父親の手で18歳の時に、 ビュルテンベルク連隊の主幹候補生の養成過程に送り込まれる。同連隊トウィーンに滞在している間に彼はハプスブルク家の軍事顧問の娘、ジョセフィーヌルロワと結婚した。夫婦には一人の息子が生まれている。ビュルテンベルク公の連隊はオスマン帝国と戦うオーストリア軍を支援していた。文書は百三十七年から百三十九年にかけて 現在は、ボスニア・ヘルツェゴビナ領のバニャルカ近郊で、いくつかの戦いに参加している。そして1739年に入ると、オーストリアとビュルテンベルクどちらの軍でも、それ以上昇進できる見込みがなくなった、タメバイエルン公国の軍に最年長の将尉として、使え、フランジパーニ・フザール連隊に配属される。神聖ローマ帝国皇帝のカール7世が皇居すると、 後継のバイエルン戦抵抗、マクシミリアン三戦ーゼフは、フィッス戦条約で定位へのいかなる要求をも断念することに合意した。その頃、文守の連隊は任務のため、ネーデルラントへ派遣され、ロクールの戦いとラウフフェルトの戦いに参加し、ついには1745年、ブルッセルをフランス軍から解放した。この後、文守は、騎兵隊員に昇進する。 1749年、オーストリア継承戦争が終結すると文史は、幕僚としての地位と年金を獲得し、祭祀と共に、ネーデルラントに残った。続いて、次の戦争の勃発が明らかになると、彼は1756年、フリードリヒ大王に士官を持ちかけ、最年長の隊員として、プロイセン軍に入隊した。文史は、 ルートビヒホンアンジェレッリでマルベッチ大佐が設立した、気有大隊に配属されると、コゼリアや奇襲に適した新しい人形の価値を理解していたプロイセン公使・ハインリヒの指揮下に入る。ラインスベルク城のオベリスクに設置された、ヨハニア・コプホン文書の名版。7年戦争の間、文書は警譜表部隊の士官として成功を収めた。 1757年のプラハの戦いの後、彼は少佐に昇進する。さらに9月、トルガウ近郊で功を挙げると、その翌日にライプツヒへ進攻した。続けて、プロイセン軍がロイテンの戦いに勝利すると、フリードリヒ大王は、手図から彼を中佐に昇進させた。また、ある義勇大隊の指揮を託し、プールルメリット勲章を授けている。文書は短期間。 故郷のハイデンハイムに戻ると、ボヘミアに駐留する、指揮下の部隊に帰還した。彼が指揮した、奇襲の数々は、大成功を収める。文書は、シュレージエン、ボヘミア、フランケン、チューリンゲンの奇襲を指揮し、オーストリア軍からライツンハインに至る峠を奪い、部隊を率いて、ケーニヒスバルテを吸収し、バインベルクに展開する小規模なオーストリア軍部隊を攻撃した。その戦闘で、 二門の大砲を奪っている。また、オーストリア軍と、その同盟軍が支配するフランケン、ザクセン、ボヘミアの各都市を襲撃して、成功を収め、物資や大砲を奪い、しばしば数多くの捕虜を得た。フリードリヒダヨーは大いに満足し、1759年7月11日、文史を大佐に任じ、彼自身が指揮官となる警府表連隊を与えた。 同年8月10日には、少々に昇進している。なお文衆の息子も一連の襲撃に参加しており、少威に認じられた。クロワ師賞には、ラテン語で、スームクイクウェイ、すなわち、各人に、各人のものをという文章が得り付けられている。フリードリヒビルヘルム2世は1787年、この勲章をもって、文書の甲に報いた。2日後、プロイセン軍は、 クーネルスドルフの戦いで壊滅的な損害を被る。フリードリヒ大王は残った騎兵に守られ命からがら逃れた。文守の小規模な部隊は手つかずで残っており、大王の退却において連軍を務める。そしてベルリンに到着すると首都の守備隊の指揮を託された。この後、フリードリヒ大王は文守を1万から1万2千の兵と共にザクセンへ送る。 1759年8月28日に、ビッテンベルグ8月31日にトルガウを占領すると、9月8日には、同地でダニエル・フリードリヒ・ホンサンタンドレダン尺率いるオーストリア軍を破り、9月13日には、ライプツヒからフランス軍を駆逐する。なお9月21日には、コルビッツの戦いでフィンク中将を支援し、10月29日には、 ケムベルクでブレンターの少将を破った。これらの朗報はクーネルドルフの戦いで意気消沈していたフリードリヒ大王を大いに喜ばせた。その結果、文守はプールルメリット勲章を授かっている。続いて11月20日、彼は幕戦の戦いに参加した。その時、ダウン元帥はフィンク中将を孤立させて捕獲する。それから文守は 包囲されるまで自身とフィンク中将の部隊を指揮した。ダウン元帥はその二つの部隊と比べて三倍の兵力を従えていた。ついに文氏は1759年11月21日に降伏し、戦争の残りの期間をインスブルックで捕虜として過ごすことになる。戦後、フリードリヒ大王はハンス・ヨアヒムフォンツイーテン大将に命じ。 幕戦の戦いで捕虜となった諸将を軍法会議にかけた。そのうち有罪判決を受けたのはフィンク中将を含め8名に及ぶ。決然とした行動と勇気、そして過去の功績ゆえに無罪とされ、名誉を回復したのは文書のみであった。後に、やはりプロイセン人ではなかったレッスンインクが作品ミンナフォン・バーンヘルムで文書を登場人物、 テルハイム少佐のモデルとしたのは確かなこととされる。文書は講和後の平和な数年間、フリードリヒ大王の系譜表部隊をプレンツラウの駐屯地で再編しつつ過ごした。そして1771年5月23日、中条に昇進する。1778年、バイエルンの後位継承をめぐって緊迫した交渉が繰り広げられている中、彼は、 オーストリア領ボヘミアとの国境を巡回していた。そして7月初頭、文守によるボヘミアへの越境行為は、バイエルン継承戦争における初の軍事行動となった。この戦争で大規模な戦闘は正規せず、双方が市長の遮断を狙って小ゼリアに終始する。手礼支援で襲撃を指揮した後、文守と彼の部隊は、グラーツ白領に残り、平坦拠点と、パン書を守備した。 1787年、フリードリヒ大王の後継者、フリードリヒビルヘルム2世は功績に報い、彼にクロワッシュ賞を授け、不評代賞に昇進させた。しかし文氏は1788年10月18日、長い闘病生活の末に、排水種により、プレンツラウで防止した。ハインリヒ公師は1790年、共に戦った人々の記念碑を、 ラインベルクに立てさせた。そこには文書の名も刻まれている。ありがとうございます。